はい、こんにちは、116インズです。さて、当チャンネルでは昨年に引き続き今年も開幕前に順位予想を行いました。昨年の順位予想で順位を的中できたのは30球団中わずかに8チーム、割合にして 27% となかなかの低さで、その悔しさから今年は絶対当てると宣言して真剣に予想しました。で、前回 AL の順位予想を振り返りまして結構当たっていましたよね。この調子で NL もどうなったのか見ていきましょう。はい、まずは NL 東地区から見ていきますが、メッツとブレイブスどちらが優勝するか迷った結果、リンドア獲得など積極的に補強に動き、チームが一気に強化された感じの印象があったメッツを優勝予想としました。ただブレイブスとの差はそこまで大きくはないと思っていましたので、メッツとブレイブスが終盤まで激しい優勝争い繰り広げてくれるかなと期待していましたね。で、3位以下は正直どう並ぶか全く読めなかったので、とりあえず個人的に考える戦力順に並べた感じでした。フィリーズ、ナショナルズの方が上かなとは思いつつも、マーリンズが去年2位に入ったりもしていましたので、3位以下の並びは率直に言ってあまり自信がなかったです。そしたらこうでした。優勝はメッツではなくブレーブス、そして5チームの予想を全外し、勘弁してくれ。NL 東地区は地区全体で勝利数があまり伸びず、ブレーブスも地区優勝したとは言ってもシーズン88勝で、今季両リーグでプレーオフ進んだチームの中では最低の勝利数と、NL 東地区の戦いぬるいんじゃないかと笑われたりもしましたが、プレーオフで一気に引き締まり、世界一まで駆け上がったことでその印象はだいぶ覆った感じでしょうかね。あの世界一までの戦いはまあ予想できない。レギュラーシーズンもプレーオフの予想も NL 東地区にかなり振り回されてしまいました。ブレイブスはオズーナとアクーニャを失い、また今季復帰するはずだったソロカが復帰できなかったりと、前半戦は 5-3 に次ぐ 5-3 で、なかなかに厳しいチーム状況でしたが、コンテンダーの姿勢を崩さずに臨んだトレードデッドラインでの補強が絶大な効果をもたらしましたよね。ここで獲得してきたロザリオ、ソレアは、それぞれ NLCS の MVP、ワールドシリーズの MVP に輝いたりと、プレーオフでの戦いにおいても欠かせない存在でした。ブレイブスが優勝争いに絡むところまでの予想を当たっていたんですが、2択の選択を外してしまいました。というかメッツよ。メッツどうしてこうなっちゃったのさ。シーズン中盤ぐらいまでは予想通り首位を回想し、また結構故障者が出ていた中でもいい戦いできていたので、ブレイブスもアクーニャが離脱したりと後半伸びてくる感じもその時はあまり感じませんでしたので、故障者が復帰してくればメッツ問題なく優勝できそうかなと思いきや、メッツも勝ち星があまり伸びず、デグロームが復帰できなかったのも痛かったですが、後半戦は投打に噛み合わず、終わってみればシーズン負け越しと残念な結果となってしまいました。ということで上位の予想を見事に外し、またトレードデッドラインで一気にチームを解体したナショナルズが凄まじい転落ぶりを見せたせいで、下位2チームの予想も外してしまい、予想としては最悪の結果に、来季もこの地区は予想にかなり頭を悩ませそうで、今から思いやられます。続いては中地区。この地区もなかなか予想に困る地区で、どのチームもコロナの影響で金銭的に苦しく、オフ終盤まで目立った補強がほとんどなかった地区なんですが、そんな中で唯一アレナド獲得に動いたカージナルス。打線が昨年課題だったチームにリーグ屈指の強打者が加わったことを評価し優勝予想としました。ただブルワーズも投手陣非常に充実していましたし、侮れないかなとは思っていました。で、カブス、レッズはそれぞれオフにエース格、カブスはダルビッシュ選手、レッズはバウアーを失いましたので、この穴は想像以上に大きいかなと考え、順位は低めで考えました。では、この中地区どうなったのか、こちらです。パイレーツ以外全外し。もう、ちょっと、本当に勘弁して。なんで侮れないとは思っていましたが、ブルワーズ中盤以降、ほぼ独走状態で地区優勝となりましたね。ここまで強いのは少々意外ではありましたが、サイ・ヤング賞を獲得したバーンズ、ウッドラフ、ペラルタの先発3本柱に、デビン・ウィリアムス、ヘイダーが控えるブルペンを考えたら納得の強さではあるんですよね。またシーズン中の補強も効き、特にレイズからウィリー・アダメスを獲得したのはフロントのファインプレーでしたよね。いまいちショートを固めきれていない中で、アダメスが攻守に大活躍してくれたのは本当に大きかった印象です。で、2位がカージナルス。優勝予想したチームですが、中盤までかなり苦しんで、トレードデッドラインの時点ではプレーオフ圏内まで7ゲーム差と追い込まれていましたが、ここでまさかのハップとレスターを獲得。何がしたいんだとも当時思いましたが、ゴールドグラブ賞を今季5人も輩出したカージナルス鉄壁の守備陣の力もあって、この補強が大成功。シーズン終盤には奇跡の17連勝を記録し、プレーオフへと滑り込みました。中盤までもう少し勝つことができていたら優勝もありそうでしたが、今季のカージナルスの序盤の戦いを考えたら、プレーオフ進出まで持ち込んだだけでもすごいと思います。で、レッズが3位、カブスが4位、ここ順序逆でしたね。カブスがトレードデッドラインで今季限りで契約が切れるリゾー、バイエズ、ブライアントを放出するなど、解体に動く可能性をもう少し考慮できていればこの予想も可能だっただけに、ちょっとここは個人的に悔いが残ります。レッズと比べたらカブスの方が解体で後半戦負けが込む可能性は予想に織り込むことは可能だったと思いますので、ここは来季の予想に向けた反省となります。で、パイレーツ最下位だけは的中しましたが、さすがにこれはね、ここすら当たらなかったらもう私予想できないですよ。NL 東地区、中地区合わせてここまで的中わずかに1チーム。エールの予想の勢いは一体どこへ消えてしまったのやら、最後の西地区どうなるでしょうか。さあ最後は西地区、ここまでの NL の予想は結構外してしまいましたが、ただ西地区は結構自信がありました。なんせドジャースとパドレスの一騎打ちとなることはもうみんなの共通認識、そらそうなるでしょうと考えていたところですからね。ただいくらパドレスが大補強したとはいえ、総合的な戦力面ではまだドジャース優勢かなと考え1位ドジャース、2位パドレスとしました。多くの人もこんな予想だった気がしますね。で、3位がジャイアンツ。来年くらいから強くなりそうなチームになってきているなとは感じていましたが、上のドジャース、パドレスを上回るほどではまだないかなと考えての3位。4位以下のダイヤモンドバックス、ロッキーズの並びは、ロッキーズが夏場に解体を進め、一気に再建を進めるであろうと考えてこのような順番としました。さあ、どれぐらい当たったのか見ていきましょう。いやもうね、こんなん当たらんわ。ドジャースとパドレス差し置いてジャイアンツ優勝予想できた人いますか？開幕前75勝とか予想されていたチームが107勝ってもうそんなんあるかっていう話ですよ。ジャイアンツは今季黄金期を支えたポージー、ベルト、クロフォードといったベテラン選手たちが一斉に復活し、さらに格安契約で連れてきた選手たちも大活躍してドジャースの地区9連覇を阻止。ドジャースも今季バウアーが7月以降投げることはできなかったり、シーガーが長期離脱したりと誤算がありながらも106勝と普通であれば余裕で地区優勝できるくらいの成績残したんですが、ジャイアンツがそれを上回ってしまったと。シーズン終盤ドジャースも一旦首位に立ってこれで逃げ切るかなと思ったりもしましたが、ジャイアンツは想像をはるかに上回る強さでした。この2チームが激突した NLDS も超ハイレベルな戦いで、どの試合も目が離せない熱い試合ばかりでしたよね。ブレーブス世界一とともにこの2チームによる NLDS も非常に印象的でした。で、ドジャースの対抗馬となるはずのパドレスはまさかの3位、しかも勝率5割を切る有様と厳しい1年となってしまいました。シーズン中盤くらいから投打の歯車が狂い始め、またティングラー監督が選手たちからのリスペクトを失ってしまったとも報じられ、クラブハウスのまとまりも欠けた印象です。今季の反省を踏まえオフが始まってすぐに選手たちからの信頼も厚いボブ・メルビン監督をアスレチックスから引き抜いてきましたが、果たしてチームとしてもう一度立ち上がることはできるのでしょうか。そして下位2球団の並びも見事に間違えました。ロッキーズがなぜかストーリーやジョン・グレイをキープし、完全再建に突入しないムーブをかましたのも意外でしたが、それ以上にダイヤモンドバックスの負けっぷりが凄まじかった。5月と6月で8勝48敗って一体何事ですか？中地区の予想とは違い、こちらはロッキーズが再建に入る可能性も考慮した予想ができていたんですが、ダイヤモンドバックスがここまでボロボロになるのは予想できませんでした。ということで、今年こそ当てると言いながらも NL は15チーム中順位を的中できたのはたったの1チーム、しかも中地区のパイレーツだけでしたので、はい、完全敗北です。エールと合わせて今年は30球団中8チームの順位的中でしたので、昨年から全く成長がなし。はい、終わりです。前の動画では、マリナーズ2位予想が的中したのを、ドヤ顔で喜んで、視聴者の皆様に対して謝罪を要求したやつがいたそうなんですが、調子に乗ると痛い目に遭いますね。視聴者の皆様、大変申し訳ございませんでした。